早川雪洲は日本の俳優。千葉県出身。1907年に21歳で単身渡米し、1910年代に早々期のハリウッドで映画デビューして一躍トップスターとなった。彼はアメリカとヨーロッパで主演男優としてスターダムにのし上がった最初のアジア系俳優だった。彼の不気味でハンサムな美貌と性的に魅力的な悪役というタイプキャスティングは、公然と人種差別が行われていた時代に、アメリカ人女性の心をつかみ、ハリウッドで最初の男性セックスシンボルの一人になった。日本人排斥運動や2度の世界大戦、私生活での混乱などによるキャリアの中断を挟みながらも、晩年の戦場にかける橋でアカデミー助演男優賞に、ノミネートされるなど半世紀以上にわたって活躍した国際的映画俳優である。妻の青木つる子もまたハリウッド早々期の人気女優。早川雪洲こと早川金太郎は千葉県安房郡千倉町千田野出身。1886年6月10日、裕福な網元であった早川家に父与一郎、母金の間に6人兄弟の三男として生まれる。七浦小学校尋常科から七浦高等小学校に進み、1901年に当時海軍軍人を目指す少年たちが集まっていた海上学校に編入した。小さい頃から習っていた剣道の稽古に加えて、英語の勉強や華道も習うなど忙しい学生生活であった。この頃、雪洲は徳富蘆花の小説、腐女記に大いに感銘を受け、芝居まで見に行っている。海上学校を卒業後、1904年に予定通り海軍兵学校を受験。一次試験は合格したが、二次試験の前に素潜りで鼓膜が破れ、化膿して顔の半分が腫れた。そのため二次試験に不合格となって、失意のうちに帰郷。絶望のあまりで蔵の2階で、滑腹自殺を図ったが死にきれなかった。困り果てた父は息子を寺に預けた。1907年3月3日、アメリカの汽船、ダコタ号が安房郡白浜村沖で座礁するという事件が起こる。雪洲の村でも総出で救難が行われ、英語を学んでいた雪洲も通訳の手伝いのようなことをして走り回った。この出来事が生きる道を見失っていた雪洲にアメリカに行きたいという新たな目標を与えるきっかけとなった。サンフランシスコで出稼ぎをしていた兄の助けもあって、両親を説得し、事件からわずか4ヶ月後の7月10日に、日本郵船の秋丸の客となった雪洲は、横浜から一人アメリカへと旅立った。父は、まずはシカゴ大学を卒業せよ。10年経っても成功しなければ、日本の土は踏むな。と雪洲に申し渡して送り出した。1907年7月25日、雪洲はワシントン州シアトルに到着。アメリカ生活の第一歩を記した。アメリカ到着後の雪洲は他の日本人と同じように農作業や労役などの単純労働に従事した。1908年、父との約束に従ってシカゴ大学に入学するが、雪洲が入学したのは、家庭弁学部、現代でいう通信教育課程である。しかし働いて、日々の糧を稼ぎながらの勉強は、実際には難しく、雪洲は、同大学に1年席を置いただけであった。だが、雪洲は、以後、自分は、シカゴ大学を卒業したと言い続けた。また、大学在籍中には、アメリカンフットボールの選手として、試合に参加したと公言していたが、大学側にそのような記録は残っていない。同年父が死去すると、雪洲はロサンゼルスに向かい、様々な職種で働きながら、先の見えない苦しい日々を送った。ロサンゼルスの日系人社会の演劇好きが集まり、ラフ文芸協会が設立されると、雪洲も発起人に名前を連ねた。日中の苦しい労働のことが、夜演技の稽古をしたり、脚本を書いている間は忘れられた。雪洲は日系人向けの芝居を打つ素人劇団の一員として主役を張っていたが、それに飽き足らず当時はやっていた台風を打ってアメリカ人たちに見せようと考えた。タイフーンは、レンジェル・メニヘールトが1909年に発表した戯曲で、パリで暗躍する日本人スパイ、新戸部寅肝が、両親の呵責で破滅するまでの物語であった。タイフーンは、折からの効果論と相まって、ヨーロッパで大ヒットし、アメリカにも上陸していた。雪舟は、この日本人役を、本物の日本人が演じることで他との差別化を図ろうとした。1913年に興行した舞台、タイフーンは、大入りとなった。彼はこの時初めて、早川雪舟を名乗っている。自伝によればはじめ西郷隆盛にちなんだ、北須にしたが、すでに同盟の人がいたため、雪舟としたという。公演3日目にこの舞台を映画監督のトーマス・H・インスが見たことが雪舟の運命を変える。インスは、ハリウッド早々期の映画監督である。もともと映画技術に関する特許は、ニューヨークに本拠を構える発明王、トーマス・エジソンが取っており、エジソンは特許を使って映画産業を独占しようとしていた。これを嫌った人々は、エジソンの目の届かない西海岸に移って自由に映画作りを始めた。これが映画の聖地ハリウッドの起こりである。当時の映画界はまだ海のものとも山のものともつかない、新興産業で少数民族や移民労働者たちの楽しむ安価な娯楽であった。そのため西海岸に多い日系人向けにも多くの映画が作られていた。インスもやはり日本人向けの映画を作っており、自らの映画制作会社オリエンタルプロダクションには日本人女優、青木つる子を擁していた。青木つる子は川上音二郎の妹高の子で、音二郎と妻、川上貞奴のアメリカ巡業に連れて行かれ、同地で興行を主に金を持ち逃げされて、音二郎たちが追い込まれた時に、同地に捨てるように置いていかれた女性である。つる子の幸運は、すでにアメリカで画家として成功していた、青木年男に引き取られたことであった。青木は養女であるつる子を我が子のように愛し、大切に育てた。大恩人である青木の死後、つる子は映画界入りして、インスの目に留まり、1913年の鶴の恋で銀幕にデビューした。青木つる子はまさにハリウッド最初期の女優の一人であり、日本人国際女優第1号であった。そのつる子はすでに雪舟と基地の中であり、雪舟の大風雲をインスに進めたのもつる子であったという。デスマスク、チート、テンプル・オブ・ダスク・ベーブ・ルースと共に大風雲の映画化を企画していたインスは、雪舟と契約したが、雪舟には映画俳優としての経験がなかったので1914年、青木つる子主演の映画、お耳さんへの出演を皮切りに13本の短編映画に出演して、経験を積み、タイフーンで映画初主演を果たした。の方が古い。同年、27歳の雪舟は24歳の青木つる子と結婚。仲人は、長谷川紳一郎夫妻が務めた。1914年には、夫婦で共演した神々の怒りがヒットし、フェイマスプレイヤーズと契約した雪舟は1915年12月に公開されたセシル・B・デミル監督のチートで日本人美術賞、ヒシュル鳥を演じた。当時の人気女優ファニー・ウォードを借金の肩に取り、自らの所有物である証としてその肌に焼きごてを押し付け、最後には白人の制裁を受ける役柄で、雪舟人気が沸騰したが、在米邦人からは、売国奴、国辱と罵られ、12月29日には、ラフ新報上に謝罪記事を掲載させられることになった。西海岸では、在米邦人による雪舟撲殺団すら結成されたが、そんな雪舟をそばにいて支え続けたのは、妻のつる子であった。在米邦人たちの冷たい視線と裏腹に、チートは全米で300万ドルの興行収入を叩き出し、全世界で公開された。当時のハリウッドで、雪舟はイタリア出身のルドルフ・バレンティノと並ぶ異国のスターとなった。なお、チートは現在ではサイレント映画の傑作という評価が固まっており、1993年にアメリカでアメリカ国立フィルム登録簿の永久に保存すべき映画に指定されている。鶴子と草創期のハリウッドのスターとして、悲劇の早川、喜劇のチャップリン、西部劇のハートと並び称されるほどの人気になった、雪舟は、ハリウッドに4階建て32室のスコットランド風の大豪邸を構え、グレン・ギャリ女王と呼んだ。ここでは、チャップリンやバレンティノらの大スターが気軽に立ち寄り、日本領事館が迎賓館代わりに使うことで雪舟の狙い通り民間レベルでの日米親善の場となった。雪舟は日本から公園にやってくる文化人なども大いに支援した。チートをめぐって雪舟を激しく非難した日系人たちもここに至って日本人ここにありを雪舟が示してくれると胸を張った。1914年に第一次世界大戦が起きたが、日本はアメリカと同じく1917年に連合国として参戦したことから、戦争はむしろ雪舟の人気を後押しすることとなった。アメリカの戦時公債発売委員に推薦され、6万ドルもの公債を買ってアメリカ人を驚かせた。さらに、友人知人にも盛んに公債の購入を進め、1918年には、万歳という公債販売促進のための映画まで撮っている。この年、雪舟は、キャナリーという友人の父親から100万ドルの融資を受けて、ついに自身の映画会社、ハワースピクチャーズコーポレーションを設立した。社名は、早川のハーと一緒に会社を作った映画監督、ウィリアム・アーシントンのワースから取った。300名の従業員を抱えた自らのプロダクションで、雪舟は企画から出演まで大車輪の活躍をし、4年で22作品を撮っている。1921年、雪舟のプロダクションは順調で、社名を雪舟早川フィーチャープレイカンパニーと改めたが、人種差別が公然と行われていた上に、当時カリフォルニアを中心に、効果論が広がっていたアメリカにおいて、有色人種である雪舟の成功が面白くない人々も少なからずいた。同プロダクション20作目の映画、スワンプの撮影中、雪舟の盲腸が破裂して入院した時には、雪舟の保険金を横取りすべく吸収合併が起訴されたとか、鶴子が自殺を図ったという誤報道がなされるなど、雪舟の身辺は不穏になっていく。ついに1922年3月11日、朱色の画室の撮影中、地震の場面でのセット崩壊のどさくさに紛れて、雪舟を殺害する計画が行われたことを契機として、雪舟は会社を畳んで、ハリウッドを去ることを決意した。ロンシャン競馬場にて、その後、日本訪問の途についた、雪舟夫妻は1922年6月29日、天洋丸で横浜に到着。雪舟は渡米後初めての帰国となった。夫妻は2ヶ月間日本に滞在したが、歓迎と反対の大騒ぎや怒号に疲れ果てて、再びアメリカに戻った。休む間もなく、ブロードウェイでの舞台、タイガー・リリーを成功させた雪舟は、ブロードウェイで主役を演じた最初の日本人となり、鶴子と共にフランスに渡る。映画、ラ・バタイユ制作のためであった。ラ・バタイユはフランス人作家クロード・ファレールの小説で日露戦争を舞台にした物語である。1923年7月にパリ入りした雪舟と鶴子を群衆は熱狂的に迎えた。フランス海軍の協力によって本物の軍艦まで撮影に使ったラ・バタイユは大ヒットしたが日本では冷ややかに受け止められた。主人公の海軍将校より坂公爵の妻光子がより坂の親友であるイギリス武官フェアガンと親しくなる展開や日本海海戦の最中に絶命するより坂がフェアガンに艦の指揮を託す場面が国情句であるとして日本では原型をとどめるほどに編集されたものが公開された。雪舟人気はとどまるところを知らずイギリス国王ジョージ5世が王室主催のコマンドパフォーマンスに雪舟を招聘。ロンドンのコロシアム劇場で午前公演、神の御前にを行い、引き続き行われた一般公演も超満員であった。さらにウィリアム・アーチャーが雪舟のために書いた戯曲、サムライを主演し、国王の天覧を2度続けて受けるという異例の栄誉を受けた。このヨーロッパ巡業で大成功した雪舟は、関東大震災を機会として、活動拠点をアメリカ東海岸のニューヨークに移すことを決意、ハリウッドのグレン・ギャリ女王を売却した。1924年、雪舟と鶴子はヨーロッパに渡り、フランスやイギリスで映画を撮影した。その冬、二人は温暖なモナコのモンテカルロに赴いた。もともと賭け事が好きだった雪舟は、モンテカルロのカジノで大勝負をするが500万ドルもの大金をすってしまった。この時は、カジノで大敗した雪舟が、投身自殺という誤報すら流れた。1926年、雪舟は、舞台、ラブシティの上演で、アメリカに戻った。この公演を成功させた雪舟は、その後に自ら小説、バンディット・プリンスを書き上げた。雪舟自らがこの小説を戯曲化した作品、馬族の王子のヒロインとして連れてこられたのが、イギリス出身の新進女優ルース・ノーブルであった。この頃、映画界にトーキーが現れて一大革命となる。1929年には雪舟も初のトーキー映画、大和魂を公開するが、雪舟がルースと愛人関係になり、男子を産ませたことがスキャンダラスに報道され、雪舟人気は急降下、雪舟はアメリカ映画界を追われる形となった。日蓮のポスター、新しき土のポスター1930年、雪舟は単身帰国、日本での活動の可能性を探るための帰国であった。雪舟は自らのためにアメリカ人作家が書いた戯曲、あっぱれ、ウォングを携えており、松竹と組んで公演を行った。同公演は9月1日の帝国劇場を皮切りに、京都南座、神戸松竹劇場など全国で巡業し、1933年まで公演が続く大ヒットとなった。11月には鶴子も雪舟の後を追って来日するが、1931年には、かつての愛人ルースが雪舟を訴える。雪舟はルースに慰謝料を払い、子供の幸男を引き取って、夫妻で育てることになった。1932年には、初の日本映画、太陽は東寄りに出演する。この頃出会った17歳の静なる女性とも親しくなり、彼女は後に雪舟の子を2人産むことになる。さらに裁判が決着したはずのルースが、子供と面会できないと言って、たびたび雪舟の前に現れ、雪舟を困惑させる。1937年には、日独合作映画、新しき土が公開される。この映画で大抜擢されて、スターとなったのが17歳の原節子であった。雪舟は、原節子の父親役を演じた。1937年、雪舟は、鶴子と幸男を日本に残したまま、フランスに渡った。同地で、田中道子との共演で制作された吉原東司は国辱映画として日本では公開されず、戦後の1946年に日本で公開された最初のフランス映画となる。およびフォルフェテュールは続けて大ヒットし、フランスでの雪舟人気の健在ぶりを印象づけた。女性問題をたびたび起こしてきた雪舟だったが、ここでも吉原で共演した。田中道子と同棲するようになる。しかし、静からの手紙で妻がいながら、愛人と子供がいることを知った道子が雪舟を見切り、ルースがパリまで追いかけてきたことが決定打となって二人は別れた。その頃、都内で幸男と暮らす鶴子のもとに雪舟の愛人静が現れ、二人の娘を残して去っていった。日中戦争下の上に、ヨーロッパでも緊迫が増してゆく日々を、鶴子は実子でない三人の子供たちと生きていかなければならなかった。フランスに行った雪舟との連絡は途絶えた。1939年9月の第二次世界大戦の開戦の翌年に日本の友好国であるドイツ軍がフランスに侵攻し、その後1940年にドイツ軍によりフランス全土が占領された。日本の大使館は在仏日本人の撤収を進めたものの、雪舟はドイツ軍占領と南部にビシー政権が設立された後もパリに住み、同じ頃にパリで暮らしていた資産家の薩摩次郎八とも親交を持った。次郎八は戦前より日仏交流のために尽力し、フランス人のみならず150人ほど残った在住邦人たちにも頼られていた。さらに二人ともに政治に興味はなく、対独協力に積極的でないために、1944年の連合軍によるパリ解放後も自由、フランスや連合国軍による逮捕や追放を逃れた。なお早川は日本人であったが、アメリカのパスポートも所持していたこともあり、抑留を逃れた。パリ解放後は、次郎八と雪舟は力を合わせて数少ない在留日本人の保護に当たった。雪舟のポートレート、映画の友取材時1945年8月の第二次世界大戦終結後に日本が連合国に占領された後も雪舟はパリに住むことを許され映画に出演したり絵を描いたりと細々と暮らしていた。そのような雪舟を再びアメリカに連れ戻し表舞台に引き出したのは若手のハリウッドスターハンフリー・ボガートであった。ボガートは新作東京城に若い頃から憧れた早川雪舟を出演させたいと望み、コロンビア社を経由して雪舟を探した。こうして雪舟はボガートの意を受けて1949年にアメリカに飛んだ。本国が連合国の占領下にあり、講和条約締結前、海外に住む日本人は自由に国外に移動することができない時代、アメリカのパスポートも所持していたが、日本人でもあった雪舟が、特別許可を受けて渡米できたのは異例ずくめのことだった。ハリウッドは16年ぶりに戻ってきたかつての大スターを熱狂的に迎えた。東京城を撮り終えた雪舟は続けて三人帰るなどのハリウッド映画に立て続けに出演する。さらにその頃ハリウッドにやってきた大映社長の永田正一が自ら雪舟に帰国を勧めたため、雪舟は10月に13年ぶりに日本の土を踏むことになった。パンアメリカン航空機で羽田国際空港に戻った雪舟を妻の鶴子と3人の子供たちが出迎え、初めて家族5人が一堂に会した。日本帰国後、大映ではレ・ミゼラブルを撮り、次女の藤子と共演。雪舟は日本に腰を据えて、1950年代にかけて映画や当時普及し始めたテレビにと大活躍した。戦場にかける橋の予告編1956年、雪舟はハリウッド映画の戦場にかける橋への出演依頼を受ける。戦場の日本軍の捕虜収容所の所長という内容を聞いて逡巡する雪舟の背中を重要な役柄と鶴子が押し、雪舟は出演を決断する。スリランカでの長期ロケは困難を極めたが、完成した作品は世界各国で大ヒットし、批評家からも絶賛された。1958年アカデミー賞で作品賞、主演男優賞、監督賞、脚色賞、撮影賞、作曲賞を獲得。雪舟も助演男優賞にノミネートされたものの受賞には至らなかったが、本作は他にも英国アカデミー賞、ゴールデングローブ賞、ニューヨーク映画批評家協会賞などを総なめし、出演した雪舟の名声は不動のものとなった。その後、日米を往復しながら映画やテレビドラマなど多くの作品に出演。1959年には自伝、武者修行世界を移行出版。その記念パーティーには日本を代表する多くの文化人や著名人が参加した。1960年には英語の著作、全章ド・ミー・ザ・ウェイを出版し、ハリウッド映画、戦場よ永遠に、に出演。この作品では、かつての人気女優だった妻鶴子にも声がかかり、夫婦での共演となった。しかし、長年の苦労が鶴子の体を蝕んでおり、1961年10月18日、没した、享年73。鶴子を失った雪舟は、大きな喪失感に襲われるが、なんとか俳優業を続け、1964年に38歳年下の東秀穂と再婚する。1965年には NHK の大河ドラマ、太閤記に武田信玄役で出演。80歳を過ぎても、トヨタカローラの CM に出るなど大きな仕事を続けた、雪舟だったが、1968年の日本映画、神々の深き欲望の降板を最後に、俳優業を引退した。1973年11月23日に、入院先の安土雲堂病院で、急性肺炎のため逝去した。享年88。日本のマスコミは、国際派俳優、早川雪舟死去とその死を悼み、ハリウッドでは、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームにその名前、雪舟早川を刻んで永遠の記念とした。邦題表記に、揺れのあるものは平気。1919年の映画、トングマンのポスター、恩に感じての、広告ウォーク・オブ・フェームにある、早川雪舟のプレートチャールズ・スウィッカード。ありがとうございます。